でもう一つはあんまり教えたくないんですけど、こういう形を作るんです、はい、トップ、はいはい、ここからイメージもすごく良くなるし、バリエーションもやっぱ持てるようになるし、なるほど、はい、ちゃんとしたいいトップにいればこれからいろんなことできる、何でもできる、教えたくないの聞いてましたよへえ、そうですか、うん、本当にここまでゴルフ界をいろんな意味でね、うん、倉本さんってのは本当に変えて支えて今に生きてるんですが、うん、最後のテーマにちょっと言ってほしいんですけど、はい、最後のキーワードこちらです、はい、今そしてこれから、うん、そうですね、うん、もう今言ったように、もう倉本さんってのは本当にデビューした時にゴルフ界に与えたインパクトっていうのは、まあ、石川遼が出た時のインパクトもすごかったですけど、うん、まあ、それにどっちが強いかって僕はちょっと比べてもどっちがってこと言えないぐらい、お互いすごいインパクトだってゴルフ界に与える、本当そうだった、 もちろん実力も人気も含めなんですけど、もうそれから JGT を作るのに本当に尽力されて PGA を本当支えてってことはあったんですが、今一応 PGA の会長は一旦こう仕切り直しされていて、はい、3月10日で終わりました、そうですよね、はい、でこれからもちろんプレイヤーで2022年はレギュラーツアーも何試合か出ながら、うん、はい、PGA のシニアも出になるっていうことは聞いているんですが、 PGA の会長が一度こう区切りをつけた時、どこにどう向かって行かれてるのかっていうのは、そうですね、まあ、PGA でやりたかったことがなかなかできなかったっていうのがあったんですけど、まあ、これからはちょっとレギュラーツアーをやりながら、うん、まあ、1年間しかやりませんけど、1年限定ですか、1年間限定でやって、まずいくつか目標があって、公式戦の最年長予選通過記録、うん、だ今年はグランフィールで通ってまず記録を作りたい、うん、でもう一つはジャンボさんしかやってないレギュラーツアーでのエイジシュート、うん、でも今僕66でもうすぐ67になるので、うん、はい、可能性もあるかなっていう、なるほど、うん、明確なターゲットもお持ちなんですね、うん、でまあ、この1年間でそれがまあやってみて、まあ、68とか69とか70になってね、レギュラーツアー出ようとは思わないんで、まあ、あとは深夜ツアーだったり、まあ、楽しいゴルフ余生を暮らしていきたいなと、うん、倉本さんでもゴルフの人脈もいいけど、ね、ゴルフやってる時ものすごい楽しそうになるんだよ、いつもこう笑い声が聞こえて、まあ、もちろん試合の時はもう一生懸命やられてますけど、年を重ねてきていろいろとまあ役職もやられないですけど、ゴルフっていうのはもちろんお好きでやってると思うんですが、年を重ねた中でゴルフのスタイルが変わってくることって何かあるんですか？もう日々変わってます。あ、変わってますか、うん、それでまあ、たまたまね僕が言ったことがあって、それは何かっていうとね、昨日の倉本を追い求めてもしょうがない、うん、例えば10年前のあのスイングが良かった、はい、じゃあそれを追い求めても10年も年取ってんだからできるはずがないじゃない、うんうんうん、だから明日の倉本は何をするかってことを考えるんであってね、うん、昨日の倉本、一昨日の倉本、うん、1ヶ月前の倉本、3年前の倉本なんてどうでもいい話だと、うん、だから10年前のスイングを見て、ああってただああと思うだけで、うん、ああいう風になりたいなとは全く思わない。ああ、なるほどね。その中で倉本さんがゴルフやれた時はパーシモンでスタートして、うん、はい、パーシモンスチールがパーシモンからちょっとカーボンになったりメタルチタンで大型ヘッド、いろんな意味でこう進化してきてるじゃないですか、うん、はい、スイングのこう多様というか状況状況で大きく変わってきてますけど、その中のこういわゆるここで変えなくちゃいけない何っていうのは微妙にやっぱりいろいろ変えてこられてるんですか？もちろんパーシモンと今の、クラブでは全く特性が違う、で極端に言えばね、はい、例えばこういうふうにやればこんな球が出るっていうのが全く逆の動きをする場合もある、なるほど、だからそれは変えなきゃいけないことはいっぱいあって、うん、それは新しく自分の中に取り入れて、うん、新しい感覚にならなきゃいけない、うん、でも基本的なものってのは何も変わらない、うん、なるほど。一時期倉本さんちょっとドライバーで苦しんだ時代、うん、はい、僕も長くあったんですけど、はい、あれはやっぱり進化の中の打ち方のこうちょっとしたズレってことですか？全く別のところだったんで、だから僕が一番苦労したのは1992年までパーシモン使ってたんですよね、はいはい、で93年アメリカツアー行くのに、うん、まあ、パーシモンとそうじゃない当時のメタルを両方持ってって、はい、やっぱアメリカツアーですっごくドライバー苦労して、うん、それでもう日本に戻ってきてからもう全然ダメです。あ、なるほど、その変わり目ってことですよね、うん、でもシニアでもたくさん優勝されてますし、はい、それからこう大きく、はい、
あのプレーが自分のスタイルをしっかりまた築かれたじゃないですか。それはやっぱり あの苦しまれた中でも新しい打ち方を生み出そう。それでどうすればこれが、あの自分にアジャストできるかってことを考えるようにして、例えばシャフトの重さだとか、それからヘッドの大きさだとか、重心位置だとかっていうのも全部自分でこう変えながら、あ、これだったらなんとかなるっていうのが見つかってから、それからやっぱ振りやすくなったんです。振りやすくなって今うまくいくようになって。なるほどね、うん、そうなんです。知らないでしょうね、倉本さん。ちょっと一時期苦労された時、そう、もうドライバーイップス でドライバーイップスって打てないわけじゃない、構えてバックスイング上げたら頭の中真っ白、何も見えない。だからもうただ振るしかない。ただ振るしかないから、もうどこ行くか分かんない。でいつも満振りじゃなきゃダメ。怖いですよね。で一番ひどくなったのは、ティーグラウンドが全部ダメだ。アイアンもダメだ。丸もね、ティーグラウンドで、ティーグラウンドが苦手になったって、もう自分でずっと言ったけど、やっぱりこの動きの、やっぱり体の中に染みついていた、はい、ここに来ればこういう動きするだろうって、数多くね試合やって結果出された中の、この許容範囲じゃないわけのわからない動きをすることがやっぱり一番、そう多分あの道路で例えば滑ってしまったとか、その恐怖心があるようなものですよね。多分私の時代より、僕たちの時代も結構クラブの進化が変わった時代だけど、多分倉本さんの時代がその一番最初のいわゆるゴルフクラブとして今の時代から変わった中の全部動いてきた世代ですよね。ね、パーシモンの、まあ、一番いい時期って50年代の終わりから60年代の終わりぐらいまでの、が一番パーシモン の成熟期なんですよね。でそれをずっと我々引きずってそのクラブを使ってたわけ、で90年代になってもうガラッと変わってったでしょ、だからそこでうまくアジャストできた人間とできなかった人間っていうのが本当に両極で分かれてたんですよね。多分一番な、まあ、だからセベなんかも、そこでできなかった。逆にジャンベさんなんかは、もちろんパーシモンでデビューしてもちろん勝った、でもダメになっていってメタルが出てきて再登場して、そこからの方が勝ってるわけですから。まあ、でも倉本さんの時代をね、あの超えてもいろんな意味でこうどんどんまだまだ進化していくので、これからますます僕もあのまだ一緒にやることはあると思いますけど、でも倉本さん今年でもあれですね、ぜひそのエイジシュートとね、そのあとはメジャーでの予選通過記録、メジャーでの最年長予選通過記録、これはもうご自身でターゲット決めてぜひクリアしてほしいし、できる力本当にありますから。いやもうなんか楽しみしかないですね。いやもうまだまだやってくださるんじゃないかと。ねもう本当にあのいろいろ話聞かせてもらって、ちょっと倉本さん最後に、ここでちょっとドライバー その体重の移動とか受けたものちょっと見せていただいていいですか。お願いします。でもう一つはあんまり教えたくないんですけど、すいません聞いちゃって。ありがとうございます。あんまり教えたくないんだけど、こうやってこう形を作るよね、こういう形を作るんですよ、トップを、ここからバーンと振るっていうね。これを繰り返し、じゃあこの2つを並行してドリルでやっていくと、動かし方とあとこの溜めた感じを体で覚えられると思います。いやあのね、これはなぜトップで止めるかっていうと、後ろに人がいて、手叩いたら振るの、そうすると自分のタイミングとは違うところで振らざるを得ない。でそれができるようになったら、次はトップで止めるでしょ、でそこで今度後ろでローフック、ハイドロー、なるほど、ローフェード、全部トップが同じとこからローフェードを打つためにはどういう動きをしなきゃいけないか、これは知らなかったな。ハイドローを打つためにはどういう動きをしなきゃいけないかっていうと、トップからインパクト、フォローにかけての体の動きは全部コントロールできる。ちゃんとしたいいトップにいればこれからいろんなことできる、何でもできると。そうするとバックスイングでフックを打つためにはバックスイングがどうだとかね、そんなこと全く関係ない。教えたくないの聞いちゃいましたよ。ごめんなさい。へえ、そうですか、でも女子プロでもそれを、まあ、僕は後ろでね、あのトップ取って、はい、ローフェードとかっていうと、ってやり始めて、でもすぐできるんだよ。でみんなそれ考えてないからできないんで、考えてやるようになると本当にできるようになる、すぐできるようになる。
でそうするとやっぱショットのバリエーションも、うん、イメージもすごく良くなるし、うん、バリエーションもやっぱ持てるようになるし、うん、いわゆるじゃあこっちの勝負がすごくしやすくなるんですね。だからこのトップは同じでここからどういう抜き方をするか、はい、うん、それ大事ですもんね、うん、だから例えばハイフェードを打ちたい、うん、はい、このトップは一緒、うん、ここからねこんななって振る人いないじゃん、ハイフェード打ちたい、うん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 、ハイフェード打ちたいんだ、ここからこうやってパーッとこう抜いてくるじゃない、はいはい、あ、ローフェード打ちたいんだったらここからローフェード打ちたいんだから、ローフェードってこう、はいはいはい、ちゃんと体をこう下に向けて振るでしょ、うんうんうん、なるほど、うん、これ皆さんやってみてください思ったんですけど、あのこちらの方に向けてね、プロが解説するって言うんですけど、うん、絶対プロ見てますよ、多くのプロが必見、うん、やりますね、これ見たプロはだからゴルフってね、まあ、今日も話の中でやっぱりいかに飛ばすかとか、うん、いろんなこと言ってるけども、本質はいかにボールをコントロールするか、うん、自分の狙ったところにいかに持っていくかっていうことでしょ、うんうん、はい、よく300ヤード飛んでも10センチ外したら一緒だっていうぐらい、はいはい、要は自分でその球をいかにコントロールするかってことだから、うん、そのコントロールができないここに人間がいてどうするんですかって話じゃない。300ヤード先の OB 行ったって何も楽しくないでしょうっていう、うん、飛んだのにいないじゃしょうがないですもんね。そう、これはまた先輩本当にためになっちゃいましたいや本当にもう余すことなく内緒のものも出してもらって、なんか僕が成長しちゃいそうですよだからさっきちょっとイップスの話したじゃないですか、はいはい、あの僕が直したね一つの方法で、はい、ドライバーでね、ええ、やっぱこう頭の中真っ白になるわけですよ、はい、そうするとフェアウェイの真ん中に当然誰でも打ちたいわけですよね、うん、でより飛ばしたい、はい、でもそうではなくて OB に行かない、はい、でそれも体を全体を使ってこうちょこっと打って OB 行かないんじゃなくて、うん、まあ、ある程度戦える距離で OB を打たない方法って何があるかなって自分で考えてこう構えてこういう大きなスイングでちゃんと、なるほど、軽く打つんですね、うん、ちゃんと体もこう締まった状態で大きなスイングで飛ばさないっていう、なるほど、それから少しずつ前に進んでいくですね、それから進んでいく、力を抜くって難しくて、うん、あの10の力を1抜いてくださいってきっと難しいと思うんですよ。極端である程度落としてからこう足していくってことをきっとやりやすいような多分練習方法なんでしょうね。はい、いやこれもでも本当に体に覚えさすには素晴らしい練習だと思いますし、うん、やっぱりトッププロレッスン今回ですけど、はい、やはりトッププロじゃなきゃこういう考え方自分と対話してやれることないし、何が自分に合ってるかで飽きないで長くやるにはどうするかってことを倉本さんは分かっていて、うん、いろんなことやって今を作られてるんだなってこのショットでも分かりましたね。そうですね、まあね、僕は今日言ったことが全部皆さんに当てはまるかどうか分からないけども、まあ、ただこんな考え方もあるんだよっていうのが、うん、そうですね、であのトップの位置がどうだとかね、うんうん、ダウンスイングでどうなってなきゃいけないとか、うん、フェースコントロールだとかなんとかって、あまりにもこういろんな情報が流れすぎてる、うんうん、流れすぎてるけどそうじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんで、うんうん、いやー、うん、勉強になりました。多分かなり響いた方いると思いますし、でもありません。いや本当にあの内緒なことまで、はい、たくさん教えていただきまして本当に私もこれから勉強したいと思います。よろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の深掘りレッスン、ゲストに実践していただいた超プロ級のテクニックを深掘りさんがより詳しく解説してくれます。ということで深掘りさん、はい、今回のポイントは、今回のポイントはですね、あの体の中心に力を入れることによって腕の力をなくしてもしっかりとしたスイングをして、そして距離を出せる方法です、はい、あの以前からいろんな選手もやってるんですが、倉本さんがおっしゃる中ではその体幹、ゆったトップを決めといてそこから振る、例えばフルショットっていうのはそのまま例えば振れますけど、これから大きな振りをするのにゆっくり振ってくださいって言ったら腕ではできないんですよ、はい、結果体であのスピードを止めながら体の動きをずっと確認しながら振らなくてはいけないので、結果的には一番力を使うんですよ、はい、ただこれをやることによって自分がどうやってダウンスイングに力を入れて、そしてどこにどういう動かし方をしていったら一番振れるか、そしてあの大きく振れるかっていうのが理解できるので、トップをしっかり取ってからそれから3割ぐらいしか飛ばさないと、僕もよくやるんですけどドライバーで100ヤードぐらいしか飛ばさない感じ、ドライバーで200、僕 C80 飛びますけど、これを100ヤードしかフルショットで飛ばさないって言ったら、ゆっくり打つにはもう体幹に力を入れてギューッと緩まないで振らなくてはいけないんですけど、これをやることによって
中心部に力があって体の全体に力が抜けてますから軸がずれないで綺麗な動きをしながらしなやかに振れるという練習ができる方法なんですね、はい、地味で結構辛いんですよ、やってみるときっとわかると思うんですけどこれをやることによって自分が通らなくちゃいけないポイントっていうのをしっかり体と自分のフィーリングで理解できると思いますので、これはね大変ですけどいい練習法だと思います。これ塩クラブは、アマチュアの人は何を使ったら一番効果的ですかね。アイアンでもいいんですけど僕いろいろやって結構ドライバーでやるのがいいと思います。アイアンの方が重たいですから体に負担があるのは実はアイアンの方が負担があると思うんですが、長くて、ドライバー今はもう本当に 300g ちょっとだったりその近辺ですのでこれで長く遠心力を理解しながら体の動きだけで打てるドライバーでやるのは結構おすすめだと思いますね。でもしアイアンでやるなら僕はおすすめは、ミドルアイアンぐらいでティーアップしたものを打つのが、僕はいい練習だと思います。下にあるものはどうしても当てたいって意識でちょっとボールに向かうっていう感じが出てしまうかもしれないので、ティーアップしたものを7番とか、ミドルアイアンでゆっくり打つっていう練習するのはすごくいい練習です。これはねかなりおすすめだと思います。はい、しっかりフィニッシュまでこう待っていられるってことが大事ですね。これはもう適当に打ったらできないです、いきまーす。これはね本当に皆さん地味ですけどやったら自分のスイングっていうことをしっかり理解できるし調子が悪くなった時に立て直す方法としては本当にいいことです、ぜひこれやってみてください。だいたいジャンボのトレーニング行くとね1ヶ月ぐらい球打たないんだよ。だからボールをとにかく中に入れるなんて言うんだ最初。じゃあいかに外に置いて右に打てるかっていう、このアウトセットって言って平行運動をこう、なるほど、そこら辺がちょっと普通の人とはやっぱ違うんだろうね。